平選手ちょっと防御当たったか、追ってくる追ってくる、今左ショートですかね。ジェイク・ムラタ思いますけどね、はい、あとでちょっともしスローがあったら見てみたいと思いますけれども、まあ、さあ巻き出して、はい、ダウンかどうかっていうのはもう僕らの意見というよりはもうジャッジがどう見えたかの方が重要なんで、そうですね、打撃というイメージだったんですが、先に打撃を当てたのはこれテイク村田、左ですかね、ですね、左行きます、左があんまり反応良くないですね、その、はい、かなりこうジェイク村田がこの左のジャブで、作っているというプランが、ジャブいいですね、これちょっと意識してガード上げてきてますね、うん、